それではお時間となりましたので進行を再開いたします続きましてはパネルディスカッション1社会との対話を通じた責任ある研究活動の推進医療分野の研究開発の事例からをテーマに東北大学田代志文先生に座長の労を賜りたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますパネリストに ご登壇いただきます方をご紹介いたします一般社団法人 CSR プロジェクト桜井直美先生埼玉県立大学山田恵子先生 <laughs> 失礼いたしました藤田医科大学八代芳美先生北海道大学病院渡辺雄介先生でございますここからは土代先生にお願いしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします えと皆さんどうもこんにちは東北大学の田代と申します、えー、とパネルディスカッション1の,あの座長を務めさせていただきますそうしましたら、えー、とまず私の方からえっ、ー、とですね、あのー、このまあパネルディスカッション1の趣旨について数分でちょっと短くお話をさせていただきますでまずあの今回のシンポジウム全体で一つテーマになっていることとしてですね 研究倫理とか研究構成の語り方を少し変えていったらいいんじゃないかということがあるような気がしております。えっとまあ、あの残念ながらですね、まあ、今、研究倫理や研究構成について、特に研究者の方々がどういう認識を持っているかということを考えてみますと、まあ、私も一研究者としてあの、こういった考え方を持ってしまうということがしばしばあると思います、まあ。自分とは関係ないところで誰かが決めた研究者がしてはいけないことリスト。 まあこれれをまあ守らされるっていう経験だと思うんです、ね、まあそうするとまあやはりやらされ感がとても大きいですしなん、まあ、とかして抜け道を考えましょうという思考が常態化してきますし、まあ、教育効果薄くて容易に形骸化してしまうっていう、まあ、あのそれはまあこういった領域に限らずですね、まあ、この点の,あの研究倫理教育とか研究構成教育に限らずですけれども、まあ、しばしば起きてしまうピットフォールかなと思います。 で本来おそらくですねあの午前中のあの岸山先生の講演にもありましたけれども研究に関するルールということを考えていくとやはり研究者自身が自分たちでよく考えて決めた研究者っていうのはこうあるべきだとかあるいは科学とはこうあるべきだっていうことをベースにしながら考えなければいけないと思うんですがなかなかそういう議論がもうできなくなっていると。えー、なんでまあおそらくそういう形に少しずつこう議論をシフトさせていく。もちろんあの してはいけないことっていうのははっきりさせていくことも大事なんですけれども、まあそれだけではないっていうことが今求められているように思います。ただ、えー、その一方でですね、じゃあ研究者だけで考えていいのかっていうと、それはやはりちょっと疑問点がつくと思うんですね。えー、まあこれも研究に対する公的な支援っていうのは当然税金から来ているっていうこともありますし、まあ研究活動っていうのはその活動そのものそして成果が社会的に非常に大きなインパクトを与えていきますので、まあ。 専門的な研究者だけで考えるということではなくておそらくさまざまなステークホルダーを巻き込みながら研究ってそもそもどうあるべきなんだろうかということを一緒に考えていくということが必要になってきてそれがおそらくこのパネルディスカッション1のテーマである社会との対話という、まあ、そういうテーマにつながってくるのかなと思っております。 であの社会との対話っていうことを考えたときに、まあ、大きくは2つの課題があるように思います。で、まあ、私なりにですね今回4人の先生方のお話もちろんそれ以外に非常にこう豊かな内容を含んだお話だと思いますけれども、まあ、ざっくりとあの整理をするとですねやはりまあこのいずれかあるいはいずれもに関わるお話が多いのかなと思っています。一つははおそらくこれれ対話話の前提にななるよううだと思うんですけれども やはり専門性が高い研究という活動に対して、まあ、あのそういう研究に関する専門的な知識を持っていない人たちが、まあ、適切に内容を理解するための下準備というものが必要になってくるわけですね。で、えっと、もう一つ特にこの医療分野での研究開発ということを考えますと「まあ、括弧に「誤解の解消」っていうことを書きましたが。 通常はですねあの科学的な研究活動に関する誤解っていうと、まあ、よく分からなくて難しいとか分、まあ、からないから怖いっていう誤解があると思うんですがそれとは逆に医療領域の場合は過剰に期待を持ってしまうっていういこともかなりあるわけですねこれは今日実際あとでその八代先生からですね再生医療の領域についてこのお話が出ると思いますが、まあ、こういったことを含めたある種の適切な理解の促進ということが、まあ、一つは重要な前提になってくると。 でもう一つはあのそれを前提としつつ患者市民による研究活動への参画ということが、まあ、もう一つの非常に重要なテーマになってきて、まあ、これは午前中の講演でも、まあ、石山先生からですね、まあ、PPI という形でご紹介があったことかと思います。でこのお 患者三角っていうことを考える時にですねさまざ、あ、まな視点から考えることができると思いますがこれは私自身が専門としている医学系研究におけるまあ倫理っていうことを考えた時にですね例えばその大原則の最初に出てくるのはこの共同的なパートナーシップといわれる原則なわけです。でこの共同的なパートナーシップってじゃあ一体どういうことですかっていうと。 研究開始前に対象となる地域コミュニティと話し合いをするとかですね臨床研究の計画段階で患者が参画していくっていうようなことがまあ書かれているわけです。 これが近年日本でも患者市民参画、まあ、PPI という形でさまざまに推進されてきましたしその過程では2019年に A メドから出ているこの患者市民参画ガイドブックというものが非常に重要な役割を果たしたと思います、えっと、今日最初にお話しいただく桜井さんもですねこのガイドブックの作成に関わられたお一人ということで、えっと、まあ今日もいろいろな演者からこれについても少し触れるお話があるかもしれませんで、まああの こ三角っ,ってそもそもどういうことを目指していたのかっていうことを考えるとですね、まあ、研究活動に特にまあ医療の場合は直接的な対象として患者っていうのがいますので、まあ、そこに患者の知を生かしていくっていう、まあ、そういう活動かなと思います。とりわけあの注目すべきは1990年代以降研究デザインそのものを研究者と患者が共同で作り上げるっていう試みが進展してきていて、まあ、これが一つの非常に大きなあの目標になってきたかと思います。 でそれは結局それを通じて、まあ、何を生み出していくのかということなんですがそれはやはり何のための研究なのかとか誰のための研究なのかっていうことをある意味では研究者自身も直接的な対話を通じて、まあ、リフレクションしていく振り返っていくっていう、まあ、そういう契機をもたらすものなのかなというふうに、まあ、私自身は考えています。 でまあ、実際にはもちろん研究の計画段階だけではなくてですねさまざまな過程それこそ研究の結果を広げていく知ら,せ知らせていくっていう過程でももちろん共同っていうことはありえますのでいろいろな形であのこの患者市民参画ということが特にまあ生命科学医学系研究の中ではあの今注目をされて推進されているところかと思います。 それであのこれでこ先ほどのスライドに戻りますが、まあ、今日の話先ほども言いましたようにこれから4人の,あの方々にお話をしていただきますけれどもあのまあおおよそですけれども、えっと、それぞれの話題というのが桜、ねまあ、井さんは最初に患者市民の立場から主にこの2のことについてお話をしていただけるのかなと思っています。 であの 2, つ2人目の山田先生はコミュニケーション研究者ヘルスコミュニケーションの研究者の立場からどちらかというと主に1に力点を置いたお話をいただくかなと思ってますで八代先生も先ほど言いましたように学会っていう立場ですね再生医療学会っていう学会の立場からまあ主に1について話題提供されるかなと思っています で渡辺先生はあの研究機関医療機関という立場から割とこの2つ双方について、まあ、広くどういう取り組みが今可能かという実例をお話しいただけるかなと思っています。であのまあこれそれぞれの先生方がですねこの後のプレゼンでそれぞれにお答えいただいているというふうに思うんですが、まあ、この社会との対話についてはやはりまあ2方向の問いがあると思ってまして、まあ、1つは 結局具体的に何をどうう進めたらいいいのっていうところですねでこれはそれぞれの実例っていうことがこの後上がってくると思いますので、まあ、それを見ていただいて例えば今話を聞かれている皆さんのです、ね、研究機関だとか研究グループで具体的にどんなことができそうかっていうことを考えていただくっていうヒントになると思います。 でもう一つは実はその何をどう進めるのかっていうことの根底には結局それは何のためにやるのかっていうことがあってですね多分ここがはっきりしないとです、ね、患者市民の側も研究者の側もそもそもやろうっていう気にならないっていう大きな問題があると思うんですよね。なんで、まあ、その結局その何のためにこれをやってるのかっていうことも、まあ、それぞれのプレゼンの中でですね出てくるところがあると思いますのでその辺り注目して聞いていただければと思います。 えと私のちょっと前工場少し長くなりましたけどこの辺にしてですねまず最初のプレゼンテーションに移りたいと思います。